こちゃん今どこ乗ってるんですか。これはヒロ。ヒロ、はい、 SL 蒸気機関車に今乗ってます。何号やったっけ。スチーム号っていうらしいじゃん。すごいですよ、もう完全オープン。ちょっと寒いぐらいです。風が気持ちいいです。気持ちいいですか、うん、それあんたそんなになんか毛布とかジャンパーとかいっぱい着込んだらさ、気持ちいいわいやん。電車が、おーすごいね。京都さん、みおかさん、京都で、その上からもすいません。なんとこちゃんは車椅子席なんで一番先頭に乗せてもらっています。あ、キーです。あ、しらキーや。その上の交換橋でございますが、うん、N700系東海道新幹線が通過していきます。あ、ほんま、東京博多間を乗せています新幹線でございます。東京博多間の新幹線が新高校左でございます。梅小路公園でございます。梅小路公園、その奥でございますが京都水族館が見えてまいります。イルカショー、ただいまイルカショーの真っ最中でございます。お時間ございましたらまた一度お立ちください。梅小路公園ですね。ただいま梅の花も咲いております。ほんまや、綺麗。ピンクの花、白い花、赤い花、もちもちで春が近づいているようでございます。便利にするわ、梅の花。うん、エイジ来たな。エイジ期に来たわ、うん、はい、まもなくいたしますと梅小路公園折り返して到着します。あ、ここに到着の終点なんや。電車停車の際は車両入れますので足元ご注意ください。ほんまや、バイデンが綺麗です。この公園もネウちゃんな。この公園にもネウちゃんな。お、はい、ここから逆戻りです。 U ターンバックです。はい、梅小路公園折り返して到着いたしました。どうですか、こっちゃん。今度は進行方向ですね。スチーム戻りの方へ戻ってまいります。進行方向が逆になりますのでご注意ください。はい、次は反対向きに汽笛が鳴ってますね。ピッピーがピーなんやろな。 SL チームを発車です。行きますぜ。電車が追い抜いていきます。ピーなんやろな。ピーは汽笛、あ、ピピと一緒に。本日、スチームを牽引いたします蒸気機関車でございますが、さあ、ただいま、バイエセですね。キーパー7系の特区ですね。わずかマイズルやって話がおりましたが、C60 の飛行機という機関車でございます。城されたのは1948年、昭和23年終戦からのパン屋の製作でございます。この機関車は戦後の復興のために特急用として改造された機関車でございます。東海道本線、山陽本線の特急ツバメ、あとカモメなどを牽引しました、国鉄史上最強の旅客用の機関車として、運用されました。晩年は北海道で急行にてことして、すごい、おーってな、汽笛の音すごいな、坊ちゃん。ちょっと煙の匂いするな。どうですか、機関車は。どうですか、機関車。楽しいです。楽しいです。SL スチームが。うん、初めて乗りました。キッズコーナー巻いてみましょうか。それか、それかね。君それかね。踏切も。うん。
到着はどこ？はい、まもなくいたしますと、チーム号乗り場に到着いたします。本日は SL チーム号のご乗車、ご利用方、誠にありがとうございます。合わせまして、京都鉄道博物館のご来館、誠にありがとうございます。列車停車するまで、お席を立たないよう、そのまま座ったままでお待ちの方をお願いいたします。顎が長い。ボーってなるの。もうなんかじゃわな。お、到着ですよ。はい、到着。はい、到着です。なんやろな。